永遠の法、エルカンターレの世界観、大川隆法。第3章、6次元の世界。7、政治の本質。地上には、この世的に偉くなりたいと思う人が数多くいます。偉い人の最たるものは政治家でしょうか。その頂点である総理大臣や各大臣、といったものを目指す人は数多くいます。このように偉くなりたい、自分も支配者になりたいという気持ちがある一方で、人々は得てして政治家や政治を馬鹿にします。むき出しの自己顕示欲や偉くなりたいという気持ちに対して嫌気がさすことがあるわけです。そのため、政治家をまるで猿山のボス猿たちのように見てしまうこともあります。現代は政治の本質が非常に見失われた時代だと思います。政治の本質とは、結局これもまた上下関係なのです。支配者と非支配者、権力者と権力によって操縦される人々がいますが、結局政治の本質はピラミッド型の中にあるのです。これは頂点に立つものが少なく、底辺のものが多いというピラミッド型、すなわち三角形であって、初めて安定感があるということです。もしこれが丸型であったならば、コロコロと転がって安定感がないわけですが、三角形のように上に行くほど人数が少なくなるからこそ安定感があるのです。これは政治だけではなく、企業においても同じです。企業の中もやはりピラミッド型になっていて、下の方、すなわち平社員になるほど数が多く、課長、部長、役員となるに従って、数が減っていきます。そして、頂点に立つのは、社長一人です。学校も同じです。学校でも同じです。一般の先生から始まり、教頭、校長という具合になっています。大学でも、一般の教授から、学部長、学長となっています。こうした三角形、ピラミッド型というものがあらゆるところで姿を現しているのです。したがって皆さんはその本当の意味を考えねばなりません。実際、霊界を見てもピラミッド構造は成立しているのであって、四次元の方が五次元より人数が多く、また5次元の方が6次元よりも人数が多いのです。このように上へ行くほど人数が少なくなっていき、9次元世界にはほんの10人しかいません。霊界はこうした世界なのです。つまりピラミッド構造は地上だけではなくてあの世にもあるわけです。そのため、あの世の世界における実相の繁栄として、この世にもそうしたピラミッド構造があるのだと考えることもできるのです。人間はある意味では共同生活をしているわけですが、共同生活をするためには、統率者、統制者がいた方が全体にまとまりやすいのです。それぞれの人がそれぞれのことを言っているだけでは、全体としてまとまり、規律ある行動をとることはできません。要するに、統率者が必要であるという考えが政治の本質なのです。そして、統率者、リーダーとしての使命に磨きをかけているのが、六次元光明界の人々です。彼らはいろいろな職業を得ていますが、一
言で言うならば、リーダーとしての資質を持っていて、リーダーシップを期待されている人々の集まりなのです。